稲葉です。いや、稲葉もの大きいです。好きなんやけどね。好きなんやけどね。いや、ボーカルやるの2年ぶりぐらいからちょっとね、緊張するし息も上がるけどね。しんどいわ。ありがとうな、みんな。受けてくれて、普通に。ありがとうな。マジマジ。メンバー紹介とかいる？いらんか。あんま知らん。知らんか。知ってるか。そう。いやもうね、ビーズのドラムとか、ベースもやけど、結構むずくて、タイラーなんかな、大学から始めたばっかり、まあ娘の時、なんか頑張ってくれてね、多分タイラー2年やんね、すごい。一緒頑張ってんなーって思って、俺も頑張ろうみたいな、あんま歌唱ないけど。で、ユースケがね、もうまっちゃん、みんなまっちゃんってわかるよな。まっちゃんわかる？ビーズのまっちゃんといえばローディーの人やからね、めっちゃ運んでるから、もうその人に音作りがそっくりだから、もう良かったなと思ってます。でね、まあ次の曲の次の曲も次の曲もみたいな感じで、こう随所に面白い小話を挟んでいく予定だから、全部俺の中しれば間に合うから、間に合ってる。そう、昨日は徹夜考えていいからね、小話。めちゃめちゃ、これは死後の世界のお話です。これは死後の世界のお話です。あのよー、青白い部屋の裏、
みんな分かる通りな、1曲で5曲分のカロリーを使うからね。大体ミックスですから。ここね、乳酸が溜まってから一番鬼門の曲来ますんで。OKOK。ちょっとね、1、2、3と上げ上げ上げで上げまんできたから、ちょっとね、次の曲はしっくりな。しっくりじゃない、しっくりな。しっくり、しっくりって。みんなもっと笑っていないんです。大丈夫、大丈夫。緊張してんのみんな大丈夫、肩の力抜いた方がいい。いや、さっきの曲もね、なんかね、ちょっとね、あの小話とか全然ないから、あの普通に感想できるけど、超波の誰が今ええって言ったら、あ、関係ない、オッケーオッケー、日本でそうそう、きついね、今夜月の見える方に結局やるけど、もうね、歌詞がシックでね、好きなんだよね。なんかあーほんましっくりくる。で、当てはまるところが自分にもあるなーという。だからみんなビーズっつったら太陽の小町エンジェルとかウルトラソウルとか、どんな歌詞、どんな頭してたらそんな歌詞出てくんねみたいな結構あるけどね。確かにそれはある、いい曲だと思うけどね。ただ今夜つけんメールがいいと曲がしてみる曲なのでね、まあ弾き方は人それぞれなんだが、ちょっとね、音響の方にも歌詞の方にも、あと、なんだろうな、ベースソロとかギターソロとか随所にあるから、で小説ごとにやるから、そんぐらいの感じで。橋本さん、いつもおいしいラーメンありがとうございます。ありがとうございます。巻いているで。移動前？なんで？OKOK。じゃあ次曲。今夜月の見える。例えば夜に消して君の中入っていて、その目から僕を覗いたら、いろんなことちょっとは分かるかも。
しても僕は晴れに転んだ。一瞬ということでね、もう次の曲でいよいよ、ラスト6曲なんですけど、カロリーで言ったら26じゃん。じゃあ20か、21。OKOK、はい、お前、ベーまで聞こえたとしたら OKOKOK、クープラックさん、よっしゃよっしゃ、ちょっとだけな、
ありがとう。